今日はトヨタ未来の5段階評価していきます。ご機嫌うるわしゅう、アンデルです。トヨタ未来のテーマですが、燃料電池車という車両になっております。簡単に申し上げると、普通の自動車というのはガソリンという燃料を使ってエンジンというものがパワーを出して加速してました。それが水素を使用して電気を生み出して、その電気でモーターで加速していくというようなものになっています。燃料電池車といったところながら、自然な高級セダンといった使い方ができるように考えているといったところがテーマになってきています。ですから見ていくところは、運転性、快適性、居住性はもちろんのこと、燃料電池車といったことを踏まえた上で、目をつぶらずにしっかりと車として、高級セダンとして問題ないか、そこを重要視して見ていきます。グレードですが、大きく分けて2つあります。 Z と G です。 Z になるとですね、シートが合成比較から本革シートに変わりますし、中のスピーカーが JBL というスピーカーに変わります。そしてエグゼクティブパッケージというグレードがあります。こちらになると快適装備が足されます。真ん中にタッチパネルが用意され、リアにはサンシェードがつくといったような装備が追加されます。 FC スタックと言われるガソリンでいうエンジンに当たる部分、それが今回の未来からフロント側に移動しております。そしてモーターはリアに移動させております。ですから駆動方式は FR という方式になっております。そして今回紹介するグレードは、トヨタ未来の Z、 そしてエグゼクティブパッケージになっております。2つ追加されているオプションがあります。20インチのホイールが入っているモデルになってます。そしてモデリスタと言われるエアロのセットですね、それが後から追加されております。それを全て合わせて約850万円です。エクステラのテーマとしてはサイレントダイナミズムといったところで、静寂を切り裂くような迫力といったようなテーマになってきます。主なところとしては、燃料電池車というイメージを先代では感じさせるようなデザインだったんですが、今回の未来では自然に見えるようなデザインといったところを作り込んでおります。またですね、昨今多いような仰々しいデザインではなく、水素も使っているといったことも加味してですね、水流のように清らかな自然体といったところをデザインの工夫としてされております。ワイドさを感じるようにですね、サイドにヘッドライトを持ってき、奥行きを持たせております。こちらによって先進感、未来感を感じさせるデザインをさせております。先代の未来であった非常にインテークのグリルが大きかった、こちらが改善されております。先代では FC スタック前席下に置いておりました。それを今回はフロントに置いております。それによってですね、開口部を少なく済み、一般的な今のトヨタ車らしいデザインといったところを実現できるように配置違いをすることによって、自然なデザインを成り立たせておりますし、こちらによってですね、まるで生き物のように自然な見た目といったようなフロント周りになっております。サイドもですね、自然に見えるようなデザインをされております。まず伸びやかさを感じるようにですね、リアタイヤ付近からプレスライン少し入れることによって、前に伸びていく伸びやかさ、躍動感、そういったものをイメージしておりますし、ルーフではなだらかに続けており、後方ではルーフスポイラー綺麗につなげることによって、今の空力のデザインの実現もさることながら、自然に見えるように、そして質感も高いように、下部にはメッキを入れスッと伸ばす、こちらによってですね、高級セダンのアピールもしております。ですが一般的な未来と比べて、さらに今回はモデリスタのヤロといったところでメッキが増えております。そちらによってよりもっとバランスが取れたようなデザインに見えるんですが、ノーマルのグレードですと、もう少しシンプルにプレーンなイメージがあるようなサイドになっております。それではタイヤ見てみます。まずホイール、冒頭で申し上げた通りオプションの20インチホイール履いております。非常に質感が高く見えますし、似合ってるなという印象あります。ディスクブレーキ、キャリパーは後ろについております。20インチというふうになってます。リアも同様のデザイン、そしてホイールは同じデザイン、そしてディスクブレーキ、キャリパー前についております。20インチというふうになってます。リアはですね、フロントと同じようにワイド&ローを感じるようなデザインをされております。テールランプが横一文字にしております。こちらによってですね、ワイドさを感じさせておりますし、トランクの位置かなり低いですし、さらに低い位置にテールランプを配置することによって低い印象を与えております。こちらによってワイド&ローのイメージも与えますし、また下を台形にしていることによってですね、安心感、重心の低さといったところのイメージを与えながら、最後オプションなんですが、下はモデリスタのエアロがついております。本来の未来としてはですね、安心感、そしてワイドさ、迫力といったところが非常によく考えられているようなデザインにはなっているかなというふうには思うんですが、フロントに比べてリアの方が少し年齢層上がった印象あるかなというようなデザインになっております。
インテリアは高級セダンとしての質感があるかどうか、そして価格がそうかどうか、そういったところを重要して見ていきます。まず全体的な質感です。ダッシュボード上はソフトパッドになってて非常に質感高いですし、その下もソフトパッドになっております。またピアノブラックになっている前面の装飾の周りもありことながら、未来という文字も入っていて先進さも感じるようなデザインされております。また Z グレードですので JBL のスピーカーがついております。ドア側もですね、チリがしっかりと合わさっていて、ソフトパッド下にはこれカッパーという色の色になってます。そしてソフトパッドレザーが多く使われております。シートも本革シートになってます。そしてこのシート自体にもですね、クーリングやシートヒーターももちろんついてるという形になってる非常に快適な装備、および電動シートになってますので、腰回りお尻回りもしっかりと硬さを変えられるようなものになっていますので、まあ、快適に座れるかなといったようなものになっております。内装のインテリアで少し残念なところあるとすれば、手の触れる部分にですねピアノブラックを使ってしまっている、ここが残念だなというふうに思ってしまうようなものになっております。それでは各部見ます。照明はですねセンサーになってます。手に触れるか触れないかぐらいで各真ん中左右個別でつきます。それで手前にはドア連動のオフ、 SOS ボタン、侵入センサーオフといったような配置になっております。そして一番右にはですね、こちらルーフのシェードになっております。開けるとですね、窓は開かないんですが、よりですねキャビンの狭さを感じないような工夫がされております。より自然を感じれるかなといったものになっております。ルームミラーはですねベゼルレスになっていて、かなり質感が高いです。後方視界とバチッと合っていて、こちら文句のつけようないなと思うんですが、こちら手前に行くとデジタルインナーミラーに変わります。非常にカメラの画質も高いので身勝手、使い勝手、素晴らしいなという印象ありますし、デジタルインナーミラーの弱点としては奥行きがつかみづらいんですが、こちらのカメラの画質がいいおかげで比較的奥行きも分かりやすいかなという印象があります。それでサンバイザー見ていきます。開けると正面プラス鏡というようになってます。助手席も同様に正面プラス鏡というようになってます。ステアリング革になってて非常に質感高いです。ボタン等はそこまで質感の高さは感じないかなという印象があります。クラクション見ていきます。セダンらしい音かなという印象があります。続いてステアリング調整見ていきます。まず上下から3センチ程度変わります。前後見ていきます。前後は4センチ程度変わります。十分かと思います。続いてレバー類見てみます。まずウィンカーレバーはですね、全て共有化されているコンパクトカーとも変わらないものなので、非常にこの値段に対しては質感低く感じます。ワイパーレバーも同様です。共有するパーツの質感はやはり低く感じてしまいます。続いてメーター見てみます。ディスプレイになってます。真ん中に大きくスピード計、および右上には時計であったり、右には燃料計、そして下にはオドメーターであったり情報が配置されてはいるんですが、正直情報の表示する場所が散らばってしまっている印象があるので、もう少し分かりやすく配置できなかったのかな、表示できなかったのかなという印象は抱いてしまうようなデザインになってるかなと、これ回路の余地あるかと思います。まず送風口全て同じような形になっております。ルーバーの向きかなり変わります。上下も変わります。前閉前開もあります。中央も用意されてますので、かなり前閉力あります。こちらは素晴らしいなというふうに感じます。まず送風口の上 H2O というボタンがあります。水素の車というのは水素と酸素を合わせて電気が生まれるということは水に戻ります。その戻った水がですねどこに行くのかというと、一時的に溜まっているんですが、その溜まっているのをある程度経つと排出するようにできてしまってるんです。こちらが排出しては困るところで出てしまうのを避けるためにですね、事前に排水させておく、そういった排水スイッチのボタンになっております。メーターに関わるようなスイッチ類が用意されております。続いてその下ですね、走行に関わるスイッチ等が用意されております。でその下には ETC の収納場所、その下にはですね給油口であったり、トランクのオープナーが用意されております。続いてその下にはボンネットのレバー用意されております。ドアレバーは指4本入ります。かなり素材感もいいですし、使い勝手もいいです。ドアグリップも適度な形でいいなと思います。唯一悪いところあるとすればピアノブラックがあるというところ、やはり指紋目立っております。そしてウィンドウは全てオートウィンドウになってます。質感はかなり高いですね。悪くないなというふうに感じます。その前にミラーの調整のレバーあります。見た目通りですね。続いてセンターコース周り見れます。まずナビかなり大きいものになってるんですが、位置が低く搭載されているので視野の邪魔にならず、この配置の仕方はいいですし、運転席向きに若干向いてるので、こちらの工夫も素晴らしいなという印象があります。操作した形はまあ少し
遅いかなと思うんですが、他の日本車に比べたら悪くはない方なのかなと思うんですが、根本的なシステムはトヨタのナビのシステムだなという印象があるような操作になっております。でその右側にはハザードスイッチ用意されています。押すと質感はいい方ですね。続いてその下にはエンジンのスタートスイッチ用意されています。エンジンのスタートスイッチにつきましては第2チャンネルで上げてますので、ぜひご覧ください。こちら左側にはついているんですが、どことも干渉せず押せますので、かなり素晴らしいなと思いますし、目で見てわかるような位置にもあるので、いい位置だなという印象があります。エアコンはそこそこ横幅が用意されており、ディスプレイでも操作できるんですが、物理ボタンでも用意されている、こちらも素晴らしいですし、または指紋が目立たない素材が使われていますので、こちらの工夫も素晴らしいなというふうに感じます。物理ボタンの押した形はそこまで高級感はないかなというような印象はあります。続いてその下には DVD の入れる場所があります。昨今 DVD 使われる方少ないですし、未来を選ばれるような方は DVD 使われないんじゃないかなと思いますので、こちらはいらないかとは思います。まずPレンジがボタンで用意されております。その下にはシフト、こちらプリウスシフトになってしまっております。こちら非常に残念だなという印象あります。右下に D、 そして右ニュートラル、そして右上 R というふうになっていて、下がB レンジ、ブレーキがかかるようなレンジになるんですが、この入れ間違いがないように B に関しましては小さな小文字 R が足されており、バックと間違えないようにしているんですが、であれば根本的にこの操作のさせ方、こちらもですね変える必要があるんじゃないかなというふうに思います。続いてその下、アドバンストパークのスイッチ、および右にはドライブモードのスイッチあります。下からエコ、ノーマル、スポーツと切り替えられます。その左、ブレーキホールド、そして電動のサイドブレーキスイッチ用意されております。ブレーキホールドが電源を落とすたびにリセットされてしまうので、メモリーしてほしいなという印象があります。次その手前にはですね、こちら滑り止めになっているんですが、何かというとスマホを置く場所を用意されています。そして上のボタンを押すとスマホの充電が無接触でできるというようなシステムになっているんですが、こちらあまり性能が高くなくてですね、私のスマホで充電したんですが、なかなか充電されず、挙句の果てには加熱して止まってしまったので、あまりこの無接触のものが良くないなというような印象があります。それでは収納見ます。ドア側ですね、くぼみとして用意されております。ドリンクもなんとか入るかもしれません。センターです。ドリンクホルダー前後に2つ用意されております。そしてアームレストに当たる部分、素材の質感はかなり高いです。アームレストとしても使えます。開けるとですね、シガーソケットおよび USB2 口用意されております。片方は急速充電対応になっております。そして助手席前にはグローボックス用意されております。開けると車検証厚いもので2冊程度は最低でも入るかなという印象があります。そして助手席側のドアポケットもこちら側と同様にくぼみが大きく開いているというような収納になっております。それでは助手席見ていきます。まず助手席乗り込んだ印象としてはですね、やはりルーフがかなり低いなという印象があります。ですがシートもかなり低いので、そこまで頭は当たらないなという印象はありますが、根本的には低いなというふうに感じます。フロアに足を置いた時にかなり距離が近いので、膝裏が空いてしまって快適には座れない印象がかなりあります。ですから前の坂に足を置くビッグスクーター座りが必然になってしまうような配置になってしまっております。また座った印象としてはですね、かなりシートの素材感質感がいいので、膨らんでいてほしいところは膨らんでいます。ですから腰回りお尻回りが何か沈んで腰痛が発生するようなことはないかなというふうに感じます。また見えるところに質感が高い部分が多いので、圧迫感を感じれるも安心感を感じさせてくれますので、助手席側に乗って何かすごく不快だということはないです。それでは後席見ます。かなり制約があります。これは燃料電車水素ということでですね、燃料タンクがかなり量を取られます。燃料のタンク3つ別々で置かれております。一つ目、コンソールボックス下、センタートンネル非常に大きいんですが、そちらの下にタンク一つ、そして後席の下にも一つ、荷室下にも一つというような散らばるように配置しております。かなりシートの高さが上がってしまう、言ったことでですね、このルーフに対しての距離が異常に近くなってしまって窮屈感が増してしまうといったようなことがあります。背中にですね、実は駆動用バッテリーおよび走行用のモーターがあります。ですから横にですね、吸気口が用意されこちらが塞がってしまうとかなり性能低下を招いてしまいますので、その吸気口を避けてシートを作るとより真ん中寄りになってしまいます。であるにもかかわらず真ん中にタンクがあるといったことでですね、足元空間にかなり、ハンデがあるような状況になっています。それらを踏まえてぜひ見ていただけたらなというふうに思います。それではまず 173cm の私に合わせて運転席調整してます。助手席快適な位置で調整しております。頭上空間見ていきます。拳は1個ぴったり入ります。頭上の空間だけえぐっていますので、ここの作り
り込みうまいなというふうに感じます。膝前空間見ていきます。拳が1個2個2個ぴったり入ります。思ったよりも広いセダンだなという印象あります。またですね、頭をスッと出した時にヘッドレストにしっかりと頭が当たりますので首が持ち上がりません。しっかりと効くようなヘッドレストになってます。安心して後ろ座れるかなという印象があります。またシートの質感も前席と変わらずですね、質感の高いもの使われていますので非常に快適ですし、シートヒーターおよびベンチレーションもしっかりとついているモデルになってますので非常に快適だなというふうに感じます。まずアームレストです。開けるとですね、エグゼクティブパッケージは用意されているというものになっております。非常に素材感もいいですし、アームレストとして乗せやすい高さになっております。前には収納用意されてます。ドリンクホルダー2つ出てきます。またですね、手前電源ボタンあります。押すと何かというと、シートのヒーター、ベンチレーションおよびエアコンの温度を変えたり、またリアのシェード、これの開閉もできます。押します、電動で出てきます。後ろが眩しい時はいいんじゃないかなという印象あります。そしてその下収納あります。開けるとですね、手のひら2個程度入るような空間が用意されており、深さも拳1個分、かなり容量はあります。非常に使い勝手のいいこちらのアームレストになっております。ルーフ照明用意されてます。個別でつきます。クリアでしかもしっかりとつくようなものになってます。ドアグリップは用意されているんですが、素材感かなりプラスチックだなという印象で、なくてもいいんじゃないかなと思うレベルのものになってしまってはおります。ドア周り、ウィンドウは外から見た通りかと思います。素晴らしいのが開けます。開けるとウィンドウの開閉が早いことながら全開します。サンシェードもしっかりと用意されております。で、素材もですね、前席と変わらずソフトパッド、カッパー、そしてアンビエントライト、ソフトパッドという形になってます。素材感落とさず来ていて素晴らしいなという印象であります。そして前には JBL のスピーカーもしっかりと用意されております。ドアレバーも指4本入ります。ドアグリップも適度な大きさになっております。残念なところがあるとすれば、開けた時にですね、こちらの開口が思ったより狭いので乗り降りが少し大変かなという印象はあります。運転席のシート下がダクト等が用意されてしまっていて、足は全く入れられません。また中央はセンタートンネルが非常に大きく張り出しております。かなり狭いなという印象あることながら、またリアはバッテリー等の吸気口のためにですね、中央に寄せられてしまっているので、このセンタートンネルと左足がぶつかる印象はありますし、右足が運転席の真ん中の真後ろに来るレベルですので、もう少し何か工夫ができたら嬉しいなというような印象があるような配置かなというふうにはなっております。センターコンソール後ろは送風口用意されております。そして前閉全開します。前閉力もかなりあります。間にはですね、 USB2 口用意されてます。急速充電対応になってます。その左には AC100V コンセント用意されております。そしてシート後ろにはシートポケットが1つずつしっかりと用意されております。非常に使い勝手はいい方かなと思うんですが、このバッテリーの吸気口が改善してシートをもう少し左右に分けられたら、より短所がない素晴らしい車になるかなというような印象があります。まず荷室のレバーはですね、真ん中にはありません。かなり右に用意されております。分かりづらいなという印象あります。開けます。思ったよりかは開口部はあるのかなとは思うんですが、ただリアシート後ろにかなり走行に関わる部品がありますので、もちろんトランクスルーはないですし、荷室下は開けたところでリペアキット等になっております。装備は右にあるコンセントこちらのみという風になっております。もう使い勝手としては見たまんまのこの空間にコンセントがついており、何か大きいゴルフバッグが乗せられればそれを1個乗せて終わりというようなくらいの空間です。まあ、水素を乗っけてるハンデの中ではそこそこ乗っかる方なのかなと思うくらいの印象だなというふうになっております。それではワイスタイムしていきます。どうもワイスです。今日もですね、この未来で車中泊とお昼のレビューをしていきたいと思います。今の状態はトランクを開けた状態ですが、ここで寝ることは遠慮していきます。節度ある行動をしましょう。はい、お昼寝やっていきます。まずはゼログラビティができるかどうか、これですね。まず電動のですね、シードリクライニング調整になっておりますので、まあ、この点は車中泊においては時間がかかるために良くないですね。肝心なですね、寝心地ですが普通ですね。シートはどちらかというと固めですね。ただ足元の角度はまあちょうどいいといったところですね。そしてシートにベンチレーションシステムがありますので、ここの点はですね、お昼寝に関してはですね、快適な寝心地ができるんではないでしょうか。はい、フルリクライニングはですね、これも普通ですね。シートが結局のところ固めになっております。それでは
走行してきた感想になります。視野はですねフロントウィンドウもかなり寝ていて狭いので、まあ、視野はいいとは思えないですが、ただ A ピラーが思ったよりかは細く作られておりますし、ミラーがですね運転席寄りにつけられていますので死角を減らす工夫をされているなという印象あります。またダッシュボードもですね比較的平らに作ろうという作り込みですので、そこまでシャーボを狂わしにくい形状にはしようと努めているなという印象はあります。ただミラーがですね左に関しましては運転席寄りに少しつけすぎてる印象があり、目で見ただけで少し厳しい位置まで来てしまっているかなという印象はあります。ですがボンネットがかなり長いためにですね見えてはいるので、シャーバーは少し取りやすいかなという印象ありますが、後方試験に関しましては少しわからないというふうにはなっております。続いて乗り心地です。一番大事なところなので厳しく見ていきます。ボディがかなり強かったり、強いながらもしなやかさもあり自然なボディになっていましたので違和感なかったかなというふうに感じました。またですね乗り心地において走っていた時にかなりしなやかに絨毯の上に乗ってたかなと思うような軽快さを感じるような走りになっていました。ただ思ったより段差に対してクリアにボンと乗り越える傾向があり、このホイール20インチなんですが少し大きいんではないかなという印象がありました。もうワンサイズ落とした方がより乗り心地にはいい方に行くんじゃないかなと思うようなイメージもありましたし、20インチをギリギリで履かせているなというふうに感じるような乗り味でした。この車体2トンあるんですがなぜか警戒感を感じました。それはなぜかというと重量物、モーターであったり FC スタックであったりタンク、そういったものが全て下の方に搭載されていて、結果としてですね重心点が低い印象があり、走っていた時コーナー曲がった時の安定感安心感を感じるような乗り心地になっていました。またシートの乗り心地も非常に良くてですね腰痛とは無縁だなと思うようなシートの作り込みにもなっておりました。ステアリングはですねクイックすぎずただ自然にスッと曲がっていくいいステアリングフィールだなという印象もあり、ハンドリングはいい傾向を感じるようなものになっておりました。加速はですね電気自動車やハイブリッドの加速感を期待すると少し期待から外れてしまうかなという印象あります。適度な加速感、加速の感じで言うとですねノートの E パワーをこの車体で積んだぐらいの感覚ぐらいしかないので、街乗りでは必要十分ですが、電気自動車によく乗ってる方であったりパワーのある車に乗ってる方だと物足りない、むしろ遅いとおっしゃる方もいるかなと思うようなトルクになってました。私はこれで街中は十分だなと思うようなものトルク加速になっておりました。減速は必要十分だなというふうに思いましたし、何か違和感を感じるようなことは全くありませんでした。続いてペダルレイアウトです。足をパンと出した時にブレーキペダルがど真ん中に来るので非常にいいブレーキペダルの配置になってます。そして右足をスッと出した時にオルガン式のアクセルペダルが待ってますので非常に踏みやすい配置になっています。ペダルレイアウトもいいなというふうに感じます。まあ装置で乗った印象としてはシャシーであったりパワートレインはよくできておりましたし、乗り心地もフラットな乗り心地で作り込みも上手だなという印象が強くありました。こちらによってですね水素のハンデの中うまく戦えてるなという印象があります。それでは評価に入ります。評価は5段階中3です。普通です。非常にですね水素というパワートレインハンデの中ですね高級セダンというテーマに対してかなり上手に落とし込めてるかなという印象がありました。ですからこれからの水素の車にも少し期待が持てるかなと思えるような作り込みになっております。値段が高いながらもですね高級感もしっかりと持たせておりましたし、デザインもいいですし、何よりも皆さん見てわかる通りこのセダンのデザインかなり統一されて綺麗で、そしてかっこよさがしっかりとあるかと思います。それではなぜ3かというと、やはり高級セダンになってくると鉱石も重要ですので、その鉱石での快適性、センタートネルが大きかったりして、その乗り心地座り心地が少し残念になりすぎているところ、そしてピアノブラックを多用しすぎてしまっているところ、そこももちろん残念なんですが、一番がですねプリウスシフト、こちらもやはりネックだったなといったところで、大きく分けてそちらの点で評価を少し下げさせていただいて3とさせていただきました。これらの改善を期待してですねぜひこれから水素反映していけると嬉しいなと思っております。まあ様々な問題ありますし、正直厳しいかと思いますが、
日本においてですね、電気自動車、電気スポット、電気の充電時間がかなり長い問題で、この狭い土地の中で電気自動車の発展かなり厳しいかと思います。その中で水素という代替案が出てくるのは当たり前なんですが、今度は水素はスタンドを設けるのが非常に大変ですので、そういった問題をクリアできてきて、こういった車が増えてくると面白い世界になるなというふうに思っております。それでは皆さん、良いカーライフを。